に連れて行ってあげる。あなたは男の子？それとも女の子かな？名前は？私、ミュウ。辛い、苦しいってあなたの声、聞こえたよ。だから、メビウスに連れて行ってあげる。嫌なことは、全部忘れちゃえ。願いは何でも叶えてあげる。行こう。在校生代表祝辞。在校生代表2年4組柏場琴乃。以上、在校生代表による祝辞でした。続きまして、卒業生代表冬至。卒業生代表3年4組響健介。はい。在校生代表祝辞。在校生代表2年2組。以上、在校生代表による祝辞でした。続きまして、新入生代表冬至。新入生代表1年1組日々。はい。気づいちゃいましたか。残念ですよ、先輩。ほう、まずいな、あいつ。無理もねえよな。卒業おめでとう。なになに、事件？逃げ出したいのはこっちよ。あの人も見えてるんだ。ねえ、僕ら見つめ合って夜空を駆けてゆく。泣かないで、君の目に吹いあげ。悲しみのレクレーション、どんなに怖くても君を抱きしめて待ってる。ストップストップ、やっほー、久しぶり。ごめんね、町の外は作ってないからまだ駅には入れないようにしてるの。それに誰も外に出しちゃいけないって約束なんだ。
でも記憶は消したからメビウスから出ようなんて普通は思わないはずなんだけどな。教えてくれれば私が何とかしてあげるよ。うん、みんながみやびしって呼んでいるこの町の本当の名前。この町の半分は私が作ったんだよ。すごいでしょ。何かがおかしかったり足りないから君もメビウスが偽物だって。ねえねえ、何が欲しいの？何があったらずっとここにいてくれる？何もいらないの？へえ、そんな人もいるんだね。困ったな。いや、本当にごめんね。それだけはダメだって言われてるの。ミュー！あ、アリア！ミュー！早くメビウスと輪を解いちゃってよ。メタバーサスに帰るわよ。オッケー？ダメだよ、できないよ。みんなと約束したんだもん。こら、ミュー。おい、お前、何言ったのか知らねえけど、せっかくのライブを中断させやがって。覚悟しやがれ。なんかヤバそうな感じ。ひょっとしてこれ逃げた方がいいんじゃない？おい、こっちだ。ヘア！じ、落ち。ぜ、落ち着いたか？ほら、逃げるぞ。ああ、危ないところだったな。俺は佐竹翔吾。見れば、お前も周りの連中がおかしく見えるようになっちまったんだろ。やっぱりか。それなら安心しろよ。俺もお前と同じ。変。入学式のあんたを見て助けに来たんだ。ひとまずここをなんとか切り抜けて、俺の仲間がいる場所まで行こう。この世界のことに気がついてる人がいるの？なんだこいつは。まさか、違うわよ。いや、違ってないけど。うわ、こいつ、チビのくせに声がでけえ。分かったからもう少し静かにしゃべれ。奴らに気づかれ。見つけたぞ。そばからやるしかねえのかよ、クソ。仕方ないじゃん。バーチャドールは声量が命なんだから。でもこれって絶対絶命のピンチってやつよね。うまくいく保証はないけど、ユーにかけてみるしかないかも。いい、よく聞いて。これからユーの中から奴らと戦うための力を引き出す。ユウはなんでこの世界に来たの？教えて。説明してる時間がないの。ユウも現実に苦痛を感じてたんでしょ？誰にも理解されなくて、どうしようもなくて、逃げ出したくて。それだけじゃ足りない。そう、そのまま聞かせて。さあ、話して。苦しかったね。それを全部自分の中に抑えてももう大丈夫。苦しいことも辛いことも、ほら、
優の中から思いが溢れようとしてるの感じるよ。周りのことなんて気にしなくていいよ。その気持ちを全部ぶちまけちゃえ。Are you ready? Go!おい、なんだ？それがユウの心の形。このよ、さあ反撃の時間だよ。ユウの心の力、バーンと見せつけちゃって。アリア、サポートよろしく。ユウ、やっちゃって。全力で行くぞ。いい調子だ。どうやら死んじゃいないみたいだな。うん、大丈夫。しばらくすれば正気に戻るはずだよ。さっきの武器は何なんだ？どこから説明すればいいかな。いきなり何の話かわからねえが、そうだな。その内側に溜め込んだドロドロの心を、現実ではリセアだ、この世界では抑圧する必要がないからか、内側体という殻を突き破って出てきた黒いドロドロが異形を成したもの。それが要するに外面。じゃあなぜ俺はそうなってね。こいつも現実の存在に気づいてるからだね。こんな世界に来てまで人目気にして生きてる小心者だからってことか。そのおかげで暴走せずにいられるんだよ。ただその心の力ってこの世界じゃ特に強力だからね。そこで調律担当のアリアちゃん登場。つまり内側に秘めた心の爆発をコントロール可能な状態にしたのがさっきユウが使った力ってわけよ。私はそれを人間の言葉を借りてカタルシスエフェクトって呼んでる。どう？イケてるでしょ。カタルシス、抑圧からの解放だったか。で、お前。私はミュウと同じバーチャドールだよ。たまたま同じ頃に発売された私とミュウはメタバーセスにあふれる情報の海を漂う。ああ、そんな名前のバーチャドールもいたか。こんなチビじゃ。うん、私たちはネットのことを仮想空間のメタバースと無意識の ES を足してメタバース。人間ってネットにいろんな情報垂れ流すでしょ。それって知識や楽しいことだけじゃないんだよ。私たちに作ってくれる曲にもやっぱりそういうものが多いんだよね。みんなの辛さが痛いほど伝わってくるんだ。みんなのいろんな感情がごっちゃになって渦巻いてるメタバーセスはユウたち人間の無意識みたい。私とミュウはそんな人間の悩みを何とかしてあげたいって思ったんだけど、だんだんミュウの仲間だけど仲間じゃないってのは本当みたいだな。よくわかんねえことだらけだが、ひとまずそれで納得しとくわ。もう少し詳しく話を聞きたいが、この続きはまた後にして。バリアーだっけか。お前もそれでいいだろ。うん、とりあえずあてもないし、ユウたちについていくことにするにゃ。安全な場所が学校にあるんだよ。東大元暮らしだろ。そこで俺の仲間と合流しよう。
ここが俺たちの隠れ家だ。音楽準備室？この世界じゃ音楽といえば DTM だからな。吹奏楽は人気がなくて誰も。ひとまず仲間たちを紹介する。ついでにデジヘッドに見つからずに過ごすコツみたいなのも教えられるはずだ。ここが現実じゃないって気づいたことで何かと苦労することはあると思うが、困ったらほどほどに。そこまでしてもらうならいっそユウも仲間に入れてもらえ。せっかく同じ境遇の人がいるんだし一緒にいた方が安全そうでしょ。それに私も事情を知ってる人が一緒にいてくれた方が協力しやすいしね。旅は道連れ弱情けってやつだよ。俺は構わないぞ。というかお前のあの能力があればむしろ俺たちの方が助かるくらいだ。ほらほら、こう言ってるんだし。決まりみたい。ようこそ帰宅部へ。おかえり。遅かったわね。いろいろあってな。まあそれは後で説明するとして、まずは新入部員の紹介からだな。へえ、もう入部が決まってんのか。たまには翔吾も部長らしいことするじゃねえか。お、よかった。入学式を飛び出しちゃうなんて心配したんですよ先輩。紹介する。ここにいる4人が俺たち帰宅部のメンバーだ。私は柏葉琴乃よ。琴乃でいいわ。よろしくね。よー、新入り。だいぶビビってたみたいだけどもう安心していいぜ。この巴小太郎様がバッチリ助けてやんよ。私1年3組の篠原美冬です。でこの前卒業したばっかりなんですけどね。あ、私神楽鈴奈って言います。美冬ちゃんと同じでこの前卒業して1年生になりました。まったく何度聞いてもおかしな自己紹介だな。入学式の一件でお前も気づいたろうが、ここじゃどういうわけか老若男女問わず高校生だ。笑えるだろう。生身の人間って言い方が。そこらを歩いている大人はみんなカクカクした偽物よ。あとは機械のお化けみたいになっちゃってる連中ばっかり。そしてそのことに気づいてるのはどうも俺たち帰宅部ぐらいって。ところで本題に入ろうか。ちょっとユウ、大事な人のこと忘れてくれ。今の。ああ。仲間じゃねえかよ。どけ新入り、ぶっ潰してやる。うわあ、何いきなり。私なんかした。こうなるから順を追って話そうとしたんだ。いいから落ち着け、お前ら。無理みたいだな。悪いな、部員には俺から説明するからちょっと待っててくれ。話したか。要するに俺たちは現実とは違う世界に閉じ込められてるってことだ。出口もなく帰る方法も検討。そしてこの世界に閉じ込められた奴に共通してるのは
現実のどこかしらでミュウの歌を聴いていたということだ。この町も至るところでミュウの歌が流れまくってるが、気をつけろよ。おかしくなった奴らはみんな揃いも揃ってミュウの話ばかりだ。ミュウがこの世界に関係しているのは間違いない。それを探って現実に帰ろうとしているのが俺ら。ここが現実じゃないこともミュウが関係していることも間違ってないよ。お前とミュウが作っただって、やっぱりお前のせいじゃねえか、この野郎。落ち着け小太郎、こいつは敵じゃねえって説明したばかりだろ。落ち着けるかよ、このチビのせいで俺らはこんなところに閉じ込められてんだろ。もうまずはこっちの話を聞きなさいよ。図体ばっかり大きくて器の小さい男ね。なんだと、俺はチビなんかじゃねえぞ。おっさいわね、ハートが小さいっつってんのよ。この誰がキ…誰もキモいなんて言ってないでしょ。まあキモいけど何ぞ。てめえ黙って聞いてるや。全然黙ってなかったし受けて立つわよ。てぇうるせえ黙って聞け。小太郎くんの気持ちもわからないでもないけど、まずは話を聞きましょう。よい。ねえアリア、そもそもなん…みんなを、悩みを抱える人たちを幸せにしたかったの。でもそのうちミュウが人のた…ミュウの力が大きくなるにつれて私の力や…ねえみんなが家に帰れるように説得するか。俺から言わせりゃ、どういうつもりでミュウが人間をこの世界に閉じ込めているのかはこの際どうでもいい。はっきりしてるのは、ここにいる全員が本当の家に帰りたがってるってことだ。現実離れしすぎててよくは。私もやります。ここはご飯も美味しいし楽しいとこですけど、でも私も頑張ります。俺の腹は決まってる。どうする？仕方ねえな。決まりだな。アリア、ミュウがどこに？ミュウに楽曲を作ってる人気トールピーオスティナートの学士っていう人たちを探すのが一番。博士たちの作る曲とミュウの歌がファンの子たちからメビウスを維持する。オスティナートの学士ね。で、学士もユウたちと同じ現実から、つまり学校にいる可能性があるってことか。なるほどね。じゃあ手分けして探しましょう。みんな、よし。それなら俺と新入り琴乃のグループと琴…消しかけて学校に戻った新入りをとっ捕まえようとしてるのかも。まあその鍵ピーとやらだろうな。逆に考えれば、おい新入り、携帯持ってるか？帰宅部でグループを作ってある。登録したグループのみんなとチャットができるアプリ知ってる？何かあってからだと遅いし。これでよしっと。なあアリア、新入りのあの能力、こればっかりは確約はできないかな。そ
そううまくはいかねえか。じゃあそろそろ帰宅部の活動開始と。じゃあ小太郎様チームはこの子。ああそれでいい。じゃ、はーい。じゃあ先輩たち、何かあったらワイヤーで連絡しますね。怪しまれないためにもカギピーファンのふりをして本人に会いたくて探してるってことにしとけよ。よーし、準備できたならカギピーのことパピューンって。さあ始めよう。全力でいくぞ。全力でいくぞ。アリア、どうだった？アリア、サポートよろしく。ミュー、やっちゃって。全力で行くぞ。いい調子だ。
帰宅部、活動開始だ。全力で行くぞ。これはどうだ。アリア、どうだった？帰宅部、活動開始だ。全力で行くぞ。アリア、どうだった？手がかりなしか。お互いまともな収穫はない。ねえねえ君、隣のクラスの子だよね。あたし、ねえ、なんか知ってたら教えてよ。教えてくれたらナルコ超感謝しちゃう。あなた、ナルコさんだっけ？どうしてそんなに帰宅部のこと知りたいの？どうしてって、秘密のクラブなんて謎めいててかっこいいからかな。もしかして先輩、情報持ってます？え、私は何も知らないわよ。じー、そんなことより、噂話が好きなんだったらカギピ。カギピ？最近人気のドールピーの？私も生主やってるけど、あそこまではなかなか。いいなぁ。話がずれちゃった。カギピーですよね？本当？教えてくれない？カギピーのこと。私たちこの曲聴いてファンになっちゃって。代わりに帰宅部のことを教えてくれたらいいですよ。先輩たち何か隠してますよね？私は別に。なあ、帰宅部ってそんなかっこいいか？うんうん、イケてる。そりゃもうめちゃイケですよ。なんでも帰宅部って世界の秘密を知ってるって噂ですよ。ちらっ、興味そそられちゃうな。ちらっちらっ、きっとすっごいかっこいい人たちなんだろうな。そうかそんなかっこいいかいいぜ。じゃじゃーん、俺たちがその帰宅部だ。でも君、小太郎、このうっそ、マジやだ。ちょっと待って、写メ撮らなきゃ。写メ、おい、勝手に撮るな。おっと、命より大事なスマホをそう簡単には渡しませんって。
それでそれで帰宅部って何してるんです？何人いるんですか？今ここにいるので全員何が目的？めんどくせえやつだな。秘密なんかねえよ、ただの仲良しグループだ。そんなことより鍵ピーを探してるって言ってんだろ。もう行くからな。あ、待って待って、鍵ピーの情報ならこの森田なる子さんが案内しちゃうよ。ささ行こう行こう、目的地は3年4組だよ。3年4組って言ったら3階の西にある。小太郎のグループは鍵ピーが見つからなかった時のために